どうもおはようからこんばんは、とどてござる。バルキリープロファイル PSP 版続きをやっていきましょう。さて、実はね、マイクの調子がね、まあ非常に悪いというか、まあ今までこのバルキリープロファイル、あとは太鼓リシテンなど、まあ撮っていたマイクがぶっ壊れまして、この辺のね、今左下にジェイルがいるんですけれども、この人が、入る話とか、あとはその後のダンジョンが、どうやらね、声が相当こもってしまったんですよね。なので現在は、いいね、マイク、まあ8000円ぐらいしたかな。確か、ロジティクスだったっけな、G231 という、まあ、かなりね、いい、ヘッドセット買って、まあ、今、なんとか、まあ、時間をかけて、で、設定をいろいろ直したりしてね、ようやく撮れるところまで来たんでやっていきますが、一応ね、このジェイルが入った話、そこだけはね、まあ、切り取って、まあ、お送りしますんで、まあ、どれだけね、声がこもって、ひどい状態かは、まあ、これを見ればわかると思います。では、どうぞ。ジェイル。まあ、この子が、まあ、この人が入るんですよね。おや、ですが、何か秘密を抱えている様子。実はね、この彼女、まあ彼女と言っている通り、ジールちゃん、女性なんですよね。ですが、このクレルモン・フェランでは、どうやら女性は騎士にはなれないということで、いろいろとね、身分や性別を偽って、こうやって騎士になっているんですよね。一体どんな理由で、まあ、こうしていろいろと偽ってきたのか。まあ、それでも女性ながらでも、そこらの男よりもよっぽど強いんですよね。ファンさんから、あまりね、女性であることをね、口にしてはダメですよ。この秘密を知っているのは君たち二人だけだ。意外とお茶目さんだな。魔法とか女らしいリアクションを取る。でもそうやってだんだんこの二人は惹かれ合っていくんですよね。まあ、なかなか仲睦まじい2人ですけれども、このジェルちゃんかな、このマグナスを絶対に許さない。かつてこのジェルも家族や財産も、まあ、いろいろね、まあ、あって失ってしまっているんですが、その復讐のために、まあ、その原因というのがそのマグナスという男らしくて、でその復讐のためにこうやって騎士になっているんですよね。まあ、その事情を知ってもこのファンはまあ協力してくれるんですね。普通にタメ口で話していますよね。まあ、部下と上司、それ以上の関係なんでしょうね。確かマグナスというのはこの国の、まあ、大臣的な立ち位置だったっけな。お、騎士団長殿の協力をしてくれるんですか。お、でついに実行に出た。おっと、弾かれているぞ、二人とも。しかも何やら女性が出てきた。
バグナスの協力者か。確か J.D. ウォルスだったっけな。まずいぞ、後ろの味方がやられてしまった。しかもファンまで。結構なかなか大規模な、まあ反乱っていうのかな、魅惑の銃。まあそれはジェイルが男ではなく女性だから効かないんですよね。だがファンは倒れている。果たして一人だけで、まあ、この二人に勝てるのか。なかなかエロそうだ。いやー、ウォルスさん、あなたもマグナスを利用している悪い女じゃないですか。キューピッド、とてもそうは見えないな。いや、ただそこでバルキリー、まだジェイルは死んでいないぞ。それなのに助けに来るのか。もともとはファンを取り込もうとしていたみたいな感じかな。そうだな、どんなキューピッドがいたものだ。ほら、一度会ったことがあるのか。おやおや、姉上のアーリーと勘違いしているか。それともシルベリアか。あ、しかも戦闘になるんだ。ジェルさんはまだ生きていますが、とりあえずはこのこのフラチな女を成敗してねばなるまい。容赦しねえぜ。では参るぞ。多少は骨があるようだ。効かぬわ。さあ、熱するがいい。しかもしれっと回復しているっていう、そういうスキルをつけているんですけれども、ですが経験値は入らない。何、後ろで起こっていること。バカな、ファーンが刺している。私と戦う裏で操っていたのか。突き放すのね。なるほど、マグナスが呪文を使っていたように見えたのはこの J.D. ウォルスが手助けしていたからだ。結局マグナスさんを利用していたんじゃないですか。逃げていくか、いずれ決着をつけようぞ。正気に戻ったか。レティシアというのはこの彼女の本名ですね。
で恋人が亡くなってしまった自分が刺してしまったことに気づいているんだろうか。だがファンよ、君が倒すべき相手は目の前にいる。まあそれでイベントは終わるんですけれどもね、ちゃんとねジェイルちゃんは入っていますよ。で次はね、忘却の洞窟なんですけれども、まあこのチャプターであまり行く価値はないらしいんですよね。見てるとモンスターも弱い、かつアイテムもいいものはないので、まあ、時間をカットするためにこの忘却の洞窟は置いといて次のダンジョンに行きましょう。一応ジェイルは加えておこうか、まあ、どんな感じか紹介するのも、まあ、必要ですしね。というわけで精神集中。さて、ご覧いただいたと思いますが、まあ、こういう状況になっておりまして、まあ、今は、ヘッドセットを買い替えたことによって、まあ、なんとか取れるところまでは来たんですよね。なのでこうせっかくダンジョンをね、攻略して、そのダンジョンを攻略した分まで加えますと1時間近くあるんですよね。ですが、まあ、ジェイルだけの話になりますと、おそらくは、まあ、15分か、まあ、20分くらいかな、まあ多分それくらいになっていると思うので、まあ続きを、まあ、取ってつなげてはいきますが、実はこのチャプター6、ピリオとまだ11ぐらい残っているんですが、実はもうやることはないんですよね。なので一気に11ピリオとおりまして、このエイフェリアたちに休暇を与えようと思います。いや長期休暇ですよ。これでもう次はチャプター7で、ちなみにね、深海とか一人転送しているので、まあ、プレイ姉さんの、まあ、ご要望には応えられているとは思います。どうかな、戦況は。かなりいい状況にはなっているとは思いますが。おお、我々圧倒的ではないですか。現在の状況、圧倒的にこちらですよね。倍以上ですよ。いや、近況はいいです。これ結構尺稼げるんですけどもね。ベナス、素晴らしいわ。おお、ありがたいね。今回のあなたに与えられるマテリアライズポイント、これだけ。マテリアライズポイントも今結構余っているんですよね。オーディンさん、これらのアーティファクトをあなたに授けようと仰せ。お、すまんね。変換の杖、いろいろありますね。ベナス、氷の封印を解除するエンジュの玉だけど、どうやら破損しているようなの。ほうほう、それを修復しなければならない。出ましたね、精霊の森。ダンジョン相当長いんで、おそらくはこの精霊の森だけで1話使うかもしれない。突然迫った四ツンヘイム襲撃の前にエンジュの玉の修復をしておかなきゃ。本業を相手に対して、まあ、我々、まあ、ついに本拠地攻撃仕掛けるんですかね。あなたにエンジュの玉を預けます。精霊の森に赴き、破損したエンジの弾を完全な形に修復してきなさい。了解しました。ニブルヘイムが不審な動きをして、よもや攻めてくるということは万が一ということもあるし、不死者に対する知識の豊富な不死者に対する知識、魔法使いが足りないの。高度な魔術を行使できるもの。魔法使いを送ればいいんですね。自分の力の強大さを、オーディン様久しぶりです。自ら命を絶った魔女がいた。予知能力を持っていたというその魔女は、一説によると万神族の子孫、ユーミルの血を受け継ぐ、名をリセリア。リセリア。そしてなおその魂は消滅することを許されず、巨大な魔晶石の結晶の中、まあこれはね、過去実はダンジョンで訪れている場所なんですよね。封印されている場所はアークダイン。そう、アークダイン、あの永遠に経験値を入手できる場所。お前にはその遺跡に赴き、魔女リセリアの魂を解放してきてもらいたい。我々の味方に加えろということですか。それじゃあ頑張って、いい報告。久々にオーディン様できて出てきたと思ったら、まあ、なかなかの難題を突きつけてきますね。お、ルシオ君のイベントですか。以前ね、キスをして別れましたもんね、君たち。いや、ルシオ君、深海でも、まあ、元気にやっているかね。
フレイヤ、最初に登場した、フレイ姉さんの妹です。で、右にいるのはロキという青年。そうそう、右の2人普通の、少女と青年ですが、これでもね神様なんですよね。バルキリーのことを伝えるんでしょうかね。ですが、このイベントを見ることが真のエンディング到達には必須なんですよ。諸君、人間と神様を超えて愛し合うって、あのレザードさんみたいなことを言っていますよ。おトキ君、君も気になるか。でもルシオ君は本当に育ちながらあれの生まれ変わりと思っているんだろうか。人の姿で眠ると書いていましたが、そう、ルシオ君、私と同じ疑問にたどり着いていいか。人として眠っていた頃の記憶がない。もしかしてプラチナ、それが人として、過ごしていた頃、要するに多分ね、プラチナの中に多分バルキリーが眠っていたのかな。だが一体誰がそれをやったんだ。ではバルキリーには人としての記憶があったんですが、それをどうやら消去させられたっていう感じかな。彼女たちは要はバルキリーが人だった頃の、いわゆるプラチナの頃の話は知らないわけで、そのプラチナとルシオが、なんやかんやあって、ああいうプロローグみたいなイベントがあったことは知らないんですよね。フレイ姉さんが封印した。妹の君から、お姉さんに直談判をしてもらって、それで人間の頃の記憶からそれを呼び戻すっていうことはできないとは思いますが、だからこそかな、バルキリーがキスをします。ほんのわずかですけれども、人だった頃の記憶が残っているかもしれないですよね。どうしたロキよ、いい方法がある。お、
言葉を通すことができるんですか？いわゆるピリオドが終わって、確か深海でフレイ姉さんと話す時のことですかね。でもそんなとこ入っていいんですか？いやでもオーディン、いわゆる、我々、アース神族のお魚が使っているものを我々が勝手に使うことはまずい気がするな。そこで通信するんじゃないんだ。まだ先に行くんだ。さあ、ウッショ、果たして思いは通じるか？ウッショだ！マルキリー、聞こえるかい？マルキリー。お、通じたのか？一体どうしたことなの？勝手にこんなことをして許されると思っているの？それは分かってる。それより、ルシオ、それを今からイヤリングを送るから受け取ってほしい。そういう物理的なものも送れるんですか？片方は別の場所に隠したから。どういうこと？プラチナの形見かな。でもイヤリング、おめかしするほどの余裕はあったのかな。本当に受け取ってほしいのはイヤリングなんかじゃないけど、もしくはルシオが送ろうとしていた感じかな。いや、必ずもう片方のイヤリングを隠した場所を分かってもらえると思う。分からない。私に宝探しをしろとでも言うの？バカなこと。こんなことをしてどうなるか分かっているの？こんなくだらないこと。おっと、ルシオ君、突き放されてしまう。いやー、その辛辣さは相変わらずですね、バルキリーさん。もうショックで、もうだいぶうなだれているな。いや、なんでって、君が通信したいって言ったからですよ。お、ロキ、どうした？姿が変わっている。お、ドラゴンオーブ来ましたね。これがいわゆる以前かな、エイミさんが確か探していた、もしくはエイミを捕らえていたバノッサが確かドラゴンオーブを探しているんですよね。ロキ、まさか盗んだのか？それをルシオに濡れ衣を着させると。お、戦うか。勝てるのか、ルシオ。
体どうな、一体どうなのかは分かりませんが、結局、チャプター7に来たわけですね。で、アークダインの遺跡に行かないといけないんですよね。場所ももうあまり覚えてはいないが、こっちだったかな。まあ、本当は、深海に送ったエインフェリアたち、近況を見ていますと、一体ね、その、深海のキャラクターとかのやりとりが見れるんですよね。で、久々にアークダインの遺跡が見つかりました。こうやってね、ヘッドセットを変えているわけですけれどもね、多分こう、音声の録音かな、多分結構上下がある感じがすると思うんですよね。多分こう、私もね、今現在喋っていても、ちゃんと聞こえていないなっていう部分もあったりするので、結構ね、不安なんですよね。まあ、ですが、もうせっかくなんで、ここは掘ってはいきますが、この道も忘れたな。こっちかな。おそらくはもう奥まで行けばいい。これぐらいは倒そうか。さあ、久々の戦闘。死の先を行く者たち、行くぞ。ジェイクの声かな。とりあえずやっていこう。ではジェイルの奥義、おっと発動できない。お、魔法を跳ね返したエイビ先輩、さすがです。だがそれは跳ね返しきれない。ならば次だ。これでいけるだろう。これが我が師直伝の技、オーギーエターナルライド。フィッシングっていう感じかな。まあ結構多段ヒットする上に威力はそこそこ高い。あとはエイリー。さすが使いづらいな。まあオーギーだけでなんとかこのまあまあ、スタメン状態ではございますかね。お、アイテムを落とした。素晴らしい。いや、エイミさんもまあ奥義の強さだけでこのメンバーに入ってきますからね。さすがにここまで来ればアークダインの遺跡の敵はまあ弱いかな。敵はまだまだいるんだろ。敵は多分あと1体だけです。あとはここを登れば終了。でもね、それが難しいんですよね。一発で生きればいいんですけれどもね。行ってました。で、ここですね。そう、ここに封印されている女性、彼女がリセリア。偉大なる魔女リセリア殿、主神オーディンの命により。お、神、一応女神であるバルキリーもこうやって敬語を使うほどの相手。
出てきたのはリセリアの戦士。魂の見つかり、戦を止め、ヴァルキュリア様ですね。ちなみに、声優は井上、はい、井上菊子さんです。あなた言いづらいな。必要としておられます。どうか私と共に。私は自分自身で制御しきれない己の力の強大さに絶望し、命を絶ち、魂も封印しました。私は自分が世界に存在してはならないと考えたのです。あ、強すぎる、あまりにか。私は自分を止めてくれるものを待ち望んでいました。ヴァルキリア様、あなたにそれができますか。私の苦しみと悲しみを、じゃあ精神、ことができますか。まあ肉体は滅んでも精神までは滅びきることができなかった。でこうやって結界を施して封印している。我と共に生きるは霊源なる勇士。さあリセリア勝負だ。恐ろしいほどの邪念が渦巻いています。最初のターンなんて、いわゆる奥義は発動できない。やっはっほら、うわ、助けますよ。プリベントソータリー、プリベントソータリーなんだっけな。まあ、イカの女王を倒して解放してあげましょう。さあ、ジーヴィスだ。かわいそうだな。エターナルレイド、これでどうだ。私は運命を受け入れます。これでリセリアを倒した。これでいわゆる彼女はちゃんと死んだっていうことになる。あ、でその後よし出てきた。これでパーティーを出すと外すではない、入れ替え。これでリセリアが入りました。まあ、強力な魔法使いと言いますが、まあ、魔法使いはね、実は全員ステータス一緒なんですよね。いわゆるこう、まあ、キャラクター自身の属性が違うだけであって性能差は同じという。まあ、なのでしばらくはシモちゃんを使っていきますが、じゃあ今回はここまでにしましょう。やっぱりこうマイクの調子も若干悪い感じはしますが、まあそれはなんとか調整しながらやっていこうとは思います。ではこれまでのご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価お願いします。ではさらばだ。